キーパーはホセ・アウレリオスアです。最終ラインは右サイドに今日は浜下が入ります。センターバックはカカと阿部、左サイドが富山、アンカーの位置に白井が入り、1列前には杉本と柿谷。フォワードは3枚です。右のウィングが西野、左が西谷、ワントップは渡里大輝です。キーパーは林、最終ラインは右から小出、姿、キムテヒョン、アンカーの位置にエベルトンが入り、1列前今日も豪華と中島のコンビです。右のウィングバックがマセ、左が相良、そしてホヨンジュンと今日は木田をスタメンに戻してきました。おそらくフォワード起用と思われます。開幕大分戦と2節甲子園はどちらかのサイドにタムカイという守備のバランスのいい選手を置いていたんですが、今日は思い切った起用ですね。そうですね、かなり両ワイドもこう高く取って攻撃に出ようというところが見えますね。西野を受けて西谷に振った、左サイド得意のポジション、中に切り込んで杉本ワンタッチで入れる、もう一度ワンツー、後ろから狙った、白井のミドルシュートでした。西野は中寄りにポジションを取る、浜下逆サイドで西谷の手が上がる、今いますがクロスを振ってここは弾く回数、後ろから富山が来た、枠は捉えていました。どうせチャンスと見るやボックスのところまで進入してきましたよね富山は。はい、左に切り替えます。中島からの縦パス読んでいた白井がカット、ここからカウンターに出たい徳島、右サイドに西野が受けて後ろから白井が走り込んでくる、様子を見て渡りのクロス、逆サイド合わせた杉本、キーパー林の正面でした。ただ徳島は初戦の大分戦、2節の甲府戦とともにゴールは奪えています。さあ裏に抜けてホヨンジュン、ホヨンジュン人になる、ホヨンジュン駆け込んでいく、カカが滑り込むがまだホヨンジュンキープ、しかし最後かき出しました。シアカが素晴らしい守備ですね。まあ、本当にこう身体能力高いですが足がぐっと伸びるんですよね。ここからの出しどころですが、カカ少し運んで、ここでミスになる、サガラが奪って左サイドで木田、ホヨンジュンが中に入り込んでいく、中央はエベルトン、木田直接した、こぼれた、エベルトン押し込めない、2度にわたってチームを救いましたスワレス。一瞬前が入ったんでね、まあ、しっかりコース狙ってましたし、手前でワンバウンドすることでスワレスのセービングも難しくなったんですよね。はい、まあ、今シーズン今年救ってますよね。J2 屈指のゴールキーパーと言えるでしょうホセ・アウレリオ・スアレスです。中島の手が上がる、グッと曲げて姿、先制は仙台、試合時間52分、移籍後初ゴールになりました姿正宏、1対0、またしても先制を許しました徳島、姿はガッツポーズ。いや、滞空時間長かったですね。ドンピシャでしたね。はい、まあ、1本目はこうニアで相手の意識があったと思うので、まあ、この2本目に関してはパーで、まあ、姿のこう高さを生かしていこうという滞空時間の長いボールで、まあ、ジャンプして、まあ、上からボールを叩いているような状況ですから、はい、まあ、相手も飛んでるんですけども、その上を行った、まあ、姿の小勝負っていうところでしたね。そしてその間に少し並びの変化が仙台もあるんですかね、はい、そして直前のプレーで今西谷にイエローカードが出ました。裏に抜けたホヨンジュン、ホヨンジュン仕掛けるマイナスのクロスシュート、きた、ビッグセーブスアレス。前節絶妙なコンビネーションを見せました中山と、それから山田を同時と、さあ徳島カウンター、西谷からの縦のボール、渡里が抜け出そうとしたところでキムテヒョンの手がかかりました。カードに手がかかります。あー、レッドです。これは得点機会阻止ということでキムテヒョンに対して一発レッド。これファウルなければボールをコントロールできていたと思いますし、はい、あと方向もねゴールに向かってましたから。阿部か西谷、西谷なら右、阿部は左、
西谷が来ましたがボールが落ちきりませんでした。これは枠の上、この集中力の高い守備をこじ開けられるか徳島。杉森仕掛けた、クロス上げ切った、逆サイド西野、こぼれ球の先には西谷から下げて坪井、坪井のシュート、決まった。同点まで追いついた。坪井清志郎今シーズン初ゴール。静的優位を一かしました徳島、またしても土壇場で追いつきました。で少しこうマイナスのところに、まあ、坪井がいたことを西谷が判断をして、まあ、仙台の守備に関しても少し相手への距離がありましたから、まあ、坪井に関してはしっかりとコースとボールの強さと速さをしっかりと計算しながら、まあ、ゴールの枠にパスをしたような感じでしたね。完璧な軌道でした坪井、今シーズン初ゴール。柿谷と絡んでいきましたが、このこぼれ球遠藤が拾って、エベルトン動き出すのは中山、さらに中で遠藤、クロスが来た、中山フリーでしたがよく前に出ましたスアレス。いや仙台としては引き分け狙いというより勝ち点差取りに行きましたね、はい、今。いや鋭いクロスでしたからね。さあ森が裏に抜けていく、一人かわすか、引きつけてゴール前には西谷、入り込んできた、相手が戻りきる前に、ね、森がこう自分の推進力を使って持ち運んだことで蹴ってきましたけどもね、惜しかったですね。あ、そして今試合終了の笛が吹かれました。徳島今シーズン初勝利とはなりませんでした。しかし先制を許しましたが、数的優位を得たこの後半、土壇場で坪井清志郎のゴール、勝ち点1を仙台からもぎ取りました。